どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。はい、そしてゲストにね、グラニロ富山さんが来てくれてます。はい、どうも、どうも、どうも。あ、なんすか、誰だろう。え、誰ですか。なんすか、小森のお坊ちゃんもすか。あ、じゃあ、大鳥圭介で。大鳥圭介、かいかい。大鳥圭介、かいともならない。危ない、スピードでなんとか。ちょっと、疲れが見えてきた。飛ばしすぎて、飛ばしすぎて、前半飛ばしすぎて、すいません、はい、もうクロスカントリーというズルズル下がっていくという最初に突き放したのに、最初に突き放したのにズルズル下がっていく。はい、宇田さん、今回のテーマお願いします。はい、注目の方はこちら、好きなセレブランキングです。はい、はい、まあ、名台詞もたくさんありますからね。30何かありますから ね、 そうね、うん、はい、じゃあ富山さんの第3位からお願いします。はい、これ、あの、別に俺ふざけてなくて、ふざけてなくて、本当にいいなと思ったんですよ。俺もふざけてないです。序盤で、はい、多分あの立浪ですね、はい、潜水艦 の、 水艦 の、 あの深町が艦長、はい、で、なんかいろいろ戦ってるうちに、うん、これ多分激突すんじゃないかみたいな、はい、多分シーンかな、はい、そこで乗組員が言ったセリフですね。はい、クソ艦首にゴンだ。艦首にゴン、艦首にゴンにかかってる、艦首にゴンみたいな。で、これは、はい、俺そのふざけてないですよって言ったのは、はい、緊迫した中で、うん、はい、こういうやり取りって絶対してるでしょ。まあ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 、うん、そのふざけたことも言うし、はい、ちょっとしたユーモアが、はい、あの特にこの何十日間もね、確かに、しかもテンション上がってきてますし、そう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 、逆にね、余裕があるように感じますよね。うん、はい、だからなんか、まあ、タンスにゴン、監修にゴン、うん、まあ、ふざけてるような些細なセリフだけども、なんかそういうその潜水艦の中のリアルを俺はタンスにゴンとかけてるんですか、本当に。はい。確認取ったんですか。言ってました。本当ですか。はい、タンスにゴンも OK って言ってました。言ってます。タンスにゴン側もね、許可取って、はい、ちゃんと申請はしているでしょう。88年タンスにゴンギリギリじゃないですか。全盛期じゃないですか。ちょうど前世紀か。ちょうど一番 CM やったことからしれないですね。だからなんかそれがちょっとこう俺はプッてなるところもあるけども、はい、よく考えたら、うん、日常的にこういう考え方もあるんだろうなっていう、まあ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 、はい、っていうのでなんかすごく好きなセリフだったなっていう。確かに戦ったことないですからね。そうそうそう、あえて言うね。はい、はい、じゃあ僕の第3位はですね、これはいいですね、山中のセリフですね。これはいいですね、はい、自分でも言っちゃう。いや、これはもう好きなんです。はい、大和、目を覚ませ、貴様艦長を殺す気かってね。あ、ね、あの、まあ、潜ってるところですね、うん、はい、あの海江田が、はい、エンジン止まっちゃったね。なかなかね、そう、動き出さないんで大和が浮上しないんで、うん、もう山中が大和を叱るシーンですね、うんうん、潜水艦を叱ってるんですね。そうそう、叩いてますから潜水艦潜水艦も、まあ、チームメートなんですよね。そうね、生き物としてね、殺す気かっていうね。いや、いいシーンでしたよ、うん、山中いいね。山中いいんですよ。いいですよ、やっぱ熱い。あ、うん、なんかすごい不安を感じたんですよ、あの海枝が、俺がいない時はお前が艦長だって言って、なんか山中に渡した時にすごい俺不安だったんですよ。こいつで大丈夫。こいつで大丈夫。まあ確かにね。でもまあその前にね、その練習、はい、練習みたいなやってましたもんね、はい。あの時ビビんなかったですか？いきなり山中が指示出したから。あ、艦長って言ったら山中が出てきて。はい、え？海江田どこ行ったの？と思ったら、はいはいはい、まあそういう演習だったんでね。すごい敏腕な副艦長だったら、うん、あの譲っても安心できたんですけど、うん、山中あの時点でだいぶもう信頼できたな、ちょっと思っちゃったんですよね。でも全然やってみたら全然できたんで、やっぱまあその状況というか、はい、まあシチュエーションは人を変えるんだなって。いや、目線だろ。竹上が言われてたやつね。それ私はこれですね、はい、はい、これは海枝のセリフですね、はい、これでも本当にあのこうそうだなって思いました、うん、その戦闘には必ず明確な目的を与えるのだ、うん、そうすれば艦長のあらゆる総監が、敵には人間離れした神業のごとくすごく、あ、そうだなっていう、はい、だからまあ簡単なこと言うと、どんな行動にもね、明確な目的を与えてそこに向かっていれば、相手からしたら、うん、その目的にどんどん進んでいって達成されると、まあ、人間離れした、まあ、神業、神業というのかな、うんうん、のごとく移るっていうのは、なんか俺たちの人生にも言えるなと思って、うん、なんか特に僕らの業界なんてそうじゃないですか、言ったら、はい、あいつ変なことやってんなっていうやつ多いじゃないですか、うんうんうん、でもそれがちゃんと目的持って達成されれば、なんかそいつらが人間離れした、うんね、よくこれであんなことできたなみたいな。例えば又吉さんとかがね、あの芥川賞取るとか、はい、あの僕が一緒にご飯食べた時に芥川賞取るとね、2年ぐらい
前だったんですよ。で2人でご飯食べてて、でなんか福田なんか夢とかないんか、僕はそんな大事じゃないですねみたいな、トマトさんなんかあるんですかって言ったら、俺なって芥川賞取ろうと思ってんねんって言った時に、俺何言ってんだと思う、まあね、今から思えばみんなもうそれで取れたのすごいと思うけど、当時のまたさんって、いや文はちょっと書いてるけど、うん、ただの芸人っすよ、うん、それが何を言ってんだって思ったけど、結局取ったっていうのは、うん、多分その前からこの俺たちに言うっていうこと自体が又吉さんの戦略というか、それを言っとくことによってできた時に、あの人そういえばあんなの言ってたよねっていう、うん、その人間離れした神業に見える、うん、でもそれって又吉さんのこう 目的を持ってなんか戦略だったのかなと思うと、うん、楓田もそういうやつなんだろうなと思って、うん、しっかり目的を達成する前のプロセスとかも自分で作ってやることが僕たちに大切なんだなと思って、それを怠ってきたから今もまだこんな生活してるんだなっていう逆にね、うん、思いましたよ。私これは勉強になりました。なるほど、はい、見たかったです、芸人になる前にこの漫画やってたんだけどね、全然やってたけどね。じゃあ富山さんの第2位、はい、あ、これですね。これも楓田の言葉で、はい、言葉を発するとき聴衆の数を意識することほど愚かなことはない、うん、そして言葉の意味を正確に伝えるのは行動しかないのだ。僕はそこです。あ、本当すごい、これもいいですよね。このセリフが2つ、これもこれ僕は自分のことにすごく当てはめて考えてしまったんですけど、はい、うん、まあ、自分もラジオをね、うん、まあ、スクールオブロックっていう番組、はい、全国ネットの10代に向けた番組、はい、10年やらせてもらって、はい、最初はね本当にねその自分全くうまくできてる自信がもう全くなくて、はい、で怒られてばっかだったし、うん、届いてなかった自覚もあったんですよ、うん、はい、でもある時にこれ全国ネットの番組としてやってるだろうけど、はい、君はプロデューサーにね、うん、はいはい、そうじゃなくて、うん、聞いてる一人の、うん、子に対してだけ言葉を発しなさいって言われて、なるほどと俺はようやく気づけたんですよ。でまさに楓田が言ってる、俺は全国ネット何万人何十万人に届く言葉をなんとか自分出さないといけないと思ってたんだけども、それはきっとおそらくね、まあ、それも大事なことかもしれないけど、やっぱ愚かだと楓田曰く、はい、そうじゃなくて、まあ、俺はその一人に向けてっていうのを楓田も多分ここで言ってくれてるのかなということをまず思い、でさらにまあ正確に伝えるのは行動しかないっていう言葉を それを缶のチェックをしながら楓田は言ってるんですよ、ね、さりげなくね、そうで実際本当にやってるわけ、うん、一応行動を起こしてますからね、うん、だから潜水艦事情知らないですけど、うん、艦長はもしかしたらそんなチェックなんて やんないっすよ、やんなくてもいいかもしれないじゃん、うん、はい、でも自らさ、うん、地べたにその這いつくばってやってるっていう、いや本当ですよ、なんか本当素晴らしい、うん、はい、だってねバイク屋みたいな動きしてましたもんね。そうそうそう潜り込んでこうやってね。うん、でその後も実際そうやって行動してる海江だと、その後に多分各国首脳の地下にこもっての、はいはい、まあそれもまあ動きっちゃ動きなのかもしれないけど、体はまあ別に動かすこともなく、うん、言葉で交わすっていうのと実際体を使って動かす海江だっていう対比もなんかそこに、まあね、いやこれいい席ですよね。いいよね。うん、海江田はだからできてるやつなんですよね。今だからさっきのセリフもそうだし、これもそうだし、はい、結果やっぱできるやつっていうのはね、うん、なんだろう、こういうの守れるやつなんですよね。ね、ブレないというかね。ブレちゃうもん。そうね。聴衆の数を意識しまくっても、うんうん、LLR としても、うん。はい、もちろんです。あ、聴衆の数が全てだと思ってますか。あ、そう。え、2位ってこと？なんですか？これ2位です。あ、じゃあ一緒か。はい。はい、じゃあ僕の2位は、はい、あ、こっちですね、まあ、深町がね最後ですね、あのみんなあの大和が沈んで楓田もまあ病院にいて、はい、あの他の何でしたっけあいつら、うん、ストリンガーとか、はい、まあ、集まって買ってくれました、でみんなそれぞれじゃあ自分の国戻ってやるよみたいな、はい、でお前はどうすんだって言った時に深町はね、俺は楓田に会いに行くよ、友達だからなって言いますね。はい、いいよね、結局ね最後は友達として会いに行くっていうね、うん、友達って、うん、素晴らしいよ ね、いやだからすごいことですよね、同期でね、うん、こんだけ能力を持った2人が同じ場所にいるっていうのが、
でずっとだって深町なんてさ、海江田に対してはさ、基本その「この野郎!」ってことしか言ってないじゃん。ずっとぶっ飛ばしてやるって言って「バカ野郎!」とかそればっかだもんね。威勢のいい言葉彼だと一緒ですよ、あのアキラのあしかもデコッパチだし「叫んじゃねえよ!」とかって言ってる海江田に対して、はい、友達でね、分かるわ、はい、まあ、済んだ顔してるもんな、ね、これだけやってるから、まあ、うん、最初からね結構つながり感じてるんですよね、まあ、ライバルるんですよ、ね、うん、たった2人ですからね、優秀で、ね、死を覚悟した海江田も、うん、まあ、手紙を2通送る うちの大切な1通をちゃんと深まってくれる、いいシーンだよなそこも、うん、いやいいですよね、はい、はい、じゃあ富山さんの1位ですね、あ好きなセリフこれいいですね、はい、何でしょうこれはアメリカのそのテレビクルーが大和国民として乗り込んできて、はい、インタビューマッケーだったっけ、はい、インタビューマッケー、はい、にいろいろインタビューを受ける中、海田さんにとってのなんか幸せ幸福とは何ですかみたいな、はい、うん、ってことをわーっとこう語るわけですけども、はいはいはい、そのやっぱ語り口とか内容とかに、うん、もうその凄さしかなくて、はいはいはい、でそのインタビュアーが海田館長にあなたは神なのですか、うん、って聞いたら、うん、いや私はただ海江田四郎と名付けられた人間ですと言って、バキン入りましたよねいやこのセリフは、うん、だからその僕が思うに別に自分はその特別な人間でも何でもなくて、うん、まあね、はい、おそらく誰もがその思ってることをやっぱいろんなこうしがらみとかね、うん、そういったものでやっぱできないって言って諦める人がほとんど、まあ、自分もそうですよ、はい、こんな夢物語できるわけないだろ、うん、達成できるわけないだろうって諦める人がほとんどだが、いやそうじゃなくて私はちゃんといろんなその経験やら技術やら気持ちやら持ってここまでやってきてる、うん、普通の人間がやってることなんですよっていう、一個人ですよっていうね、はい、うん、っていうのがまあ僕的にはすごい、まあね、衝撃、はい、うん、だし海江田がずっと生まれてからここまでやってきてることが詰まってる、ね、はい、海江田は一回たりともおごらないですからね、うん、はい、常にやっぱ慎重だし、はい、そこは素晴らしいですよねっていうのがなんかこう、一、うん、回でも海江田がしまったみたいなシーンありました、はい、ないないっすよね、あの、うん、うっぎくみたいなのは、まあ、なんか一箇所あったんだよ な、ね、こうなるかみたいな、なんだっけな、ね、中盤以降の戦闘であった、まさか撃ってくるとはみたいな感じなんかね、ありましたよね、なんかあったな、うん、それこ上からだったかな、多分いや上ったかな、うん、なんだっけな、確かになんかあったんですよ、うん、忘れちゃいましたけど、でもちゃんとそれもあれだよね、あいつが勝手にやったやつでしたっけ、あの大統領の待機待てって言われたのに、それで撃って、だけどでもあの時多分国連に、あの時はもう目をそらさずいようみたいな、あ、そんなの、そういう時ですよね、あれあの直線までギリギリこうビューッ、そのあそこ以外のものなら全て受け入れるような感じですよね、あれもそう、ここまで来てるそしたら横にそれて、ね、グッジョブみたいな、そうだあの外したあいつも良かったよね、ヘリのね、あいつがね、うん、そうだ、だ罰として30時間の射撃あいつはかわいそうだよ全部背負ってさ全責任も俺にあるって言ってんのよ、お前 500m 外したのかまあ、まあ、あれも粋らしいんですよ ね、 そうだね、はい、じゃあ僕の好きなセリフ第1話ですね、まあ、ヤマトが沈没して最後、はい、で国連のところに海江田がいるんですけど、そこにヤマトが沈没しましたって言ったらね、あの山中の状態はどうですかって言って、好きですね、彼が無事なら全乗員が無事ですね、うん、まあ、この山中のこと信頼してるやっぱり絶大なる信頼ね、好きですね、やっぱ山中、いや好きなんですよ好きな、俺山中最初やっぱそんなでもなかったですけど、はい、好きになっちゃいましたね、あ、まあ、この2人海江田と山中のね、はい、信頼してるんですよね、うん、はい、よかったね、これはいいですよね、うん、彼が無事な全乗員ですよ、あ、うん、はい、一番最初に死ぬんだったらもう山中だっていう覚悟を持ってるはずだっていうことですよね、はい、自分は確かに、ね、うん、確かに実際山中は最後までね、いやそうなんですよ、全員を逃がしてからって感じでしたもんね、いい、うん、これはいいです、いい、はい、はい、じゃあ私深町のセリフですね、はい、あの最後沈んで、はい、山中がねその気絶したところを張り手して、あそこ、ね、うん、戦場で 100% の終わりはね、いつもあと 1% 残ってるんだ、これもかっこいいですね、深町がね、深町はもう常に 1% ここにかけてるタイプのやつなんで、うん、はい、そうね、あそこ深町がいなかったら山中は多分死んでたんですよ普通に、うん、そうだね、はい、だけどね、知った激励ね、はい、艦長のお前が、ね、この 1% 信じなくてどうするんだっていう、
しっかり素晴らしいですね。かまちゃんめちゃくちゃ勝手なことしてましたけどね、うん、乗り込んできて全部の指示書を出して、うん、いや本当だよ。いや館長は私なんですけどね、かまちゃんね、あ、まあいいです、暑くて、ね、お腹減ったって言って握り飯食ってね、うん、お腹減るのもなんかさ伏線みたいな、あそこ良かったっすよね。あれ海江田が言ってんだっけ、海江田がなんか、あいつはなんかあいつは大事の前には飯を食うやつ、大、うん、飯を食うやつは今もどっかで食ってんじゃねえかみたいな、うん、でその後に本当に深町がちょっと人を仕事しなきゃいけない時はなんか飯食ってるシーンがハンバーガー、あーなんだよね、先生の中でも食ってましたよね、うまい、うん、飯じゃないですよ、あうまいだね、あ下手じゃないですか、へこープリーズあそこだ、富山さん、そのへこーとかちゃんとラジオとかでもやってますよ。いや今のはやっぱそうだわ、もう一回やらせてくださいプリーズだったわ、プリーズプリーズ、へこーじゃないですか、なんすかへこーって、へこーはなんかあるじゃん、そういうなんか漫画の描写で図工みたいな、そうだ、いや、水田です、最近この前俺24歳ぐらいの女の子と仕事あって、でボトレスの仕事あったんですけど、はい、外れた時に、はい、あーっつって外れ方が悔しかったからガビーンって言ったんですよ、そしたらガビーンってなんすか恥ずかしいな、めちゃくちゃ初めてとか、私そんなこと言う人間が本当にいるって知らない。ガビンはね、やっぱ本当だね、人間じゃ発しない言葉ですからね、そう初めて聞いた4文字なんだ、ね、ガビン、俺らも勝手にそれこそ漫画に植え込まれてるだけですからね、その擬音というかガビン危ない危ないです、やめましょう、そうな、俺らだったら出たとか言っちゃうじゃん、ガビーン出たズコーとか言ってた、はい、というわけで、まあ、好きなセリフですね、はい、ランキングこのようになりました、ぜひ皆さんも沈黙の艦隊読んでみてください、お願いします。さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。我々は人類という名においてのみ未来を語ることができるのです。ロシアに生きる人類、パプアニューギニアに生きる人類、ミクロネシアに生きる人類、日本に生きる人類、チャイナに生きる人類、アルジェリアに生きる奴ら、え、モロッコに生きている猿ども、いや、アフリカ嫌いなの？どうも、ありがとうございました。